ビットコイン読み通り価格回復、価格を急激に戻し始めた要因と今後の相場で着実に稼ぐための術を公開します。また現在送り人生産コミュニティのオクファクトリーでは、ビットコインの最後の買い時となる購入タイミングや今後の価格動向などすべて載せたビットコイン価格分析レポートを限定共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、ビット復活とメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。まずはじめにお知らせがあります。直近で僕の LINE に不具合が起きてしまってまして、やり取りをできる方とできない方が出てきてしまっている状況です。そこで今回、日々の情報発信や個別のサポートを行う公式 LINE を移行いたしました。そちらで改めて情報の発信と個別サポートを始めています。新たな直通 LINE は概要欄の一番上に貼ってありますので、そちらを必ず追加いただき、移行確認と一言メッセージを送りください。また合わせて公式テレグラムにて、 LINE というプラットフォーム上ではなかなか公開することもできないインサイダー級の情報を含め、生の仮想通貨情報を日々共有していきます。こちら収益に直結する本物の情報しか流さないので、ぜひ手っ取り早く結果につなげたいという方は、同じく概要欄の直通 LINE の下にあるリンクから必ずご追加ください。では今回の動画の本題に戻ります。今回の動画ではビットコインをめぐる急展開と今後の相場に乗って稼ぐ方法を解説していきます。直近でビットコインかなり下落していましたよね。一時5万4000ドルを割るレベルで下落していたんですが、なんとここ数日で大きく V 字回復を達成、市場が一気に活気を取り戻してきました。そこでこの動画では、なぜ価格が回復したのか、バブル相場到来のタイミング、今後の強気相場に乗って稼ぐ方法などを余さず解説をしていきます。実は今現在の相場は、今後のバブル相場で稼げる金額が大きく変わる重要な局面でもあるんです。正しい情報と動き方を把握できていないと、取り返しのつかない機会損失へつながってしまうので、ぜひ必ず最後までご覧ください。本編に入る前にあなたにお聞きしたいんですが、僕の LINE を追加してピン止めってしてますか？してない人はぜひ今すぐやっちゃってください。なぜ急にこんなこと言うのかというと、これ自慢でも何でもなく事実としてお伝えしていくんですけど、情報公開した銘柄がその後軒並み価格を上げています。日々仮想通貨の情報を出していく中で、この1年以内で31個の新規銘柄を紹介してきたんですが、そのうち価格がついた銘柄で12個、割合で言うと4割が紹介後に価格を上げています。それら駆け足で紹介します。パック5倍、ダーム6倍、ブレッド6倍、ビーファイラボ9倍、パテックス10倍、アーティ10倍、トークンファイ15倍、セイ17倍、ディチャット23倍、K9 32倍、スモック34倍、ウィファット98倍。はい、いかがでしょうか？やばくないですか？仮に31銘柄すべてに10万円投資していたら、プラス金額が2530万円、マイナス金額が19万円、合計利益が2511万円、こうした収益結果となります。これ僕一人が情報を別に独占しているわけじゃなくて、 LINE や YouTube の動画で価格が上がる前に全て情報共有したものです。で、こちら日々いただく収益報告のごく一部ですが、こうして行動を起こした先で稼いでいただくことが実際にできています。で、何が言いたいのかというと、仮想通貨で稼ぎたい方は僕が公開する銘柄情報はぜひチェックして、可能性を感じたらまずは仕込んでみてください。投資においてどんなプロでも 100% 絶対はありませんが、実際に僕が資金を入れる上で精査し、自信がある銘柄しか情報は出しません。事実として10万円からでも最終的に2000万円以上目指せる。もし運用資金が増えれば利益も比例して爆発的に増えます。とはいえ、この情報発信、僕にとってはもはや趣味の範囲です。少し突き放した言い方をすると、その情報を見て投資をした結果、あなたが何万円稼げても、もしくは稼げなくても正直関係はありません。でも趣味の情報発信で誰かが損をしてしまったら、シンプルに気持ちよくないですし、日々一人で情報を集めて投資をしている手前、実際に LINE で稼げましたよってメッセージをもらえると、一緒に投資できてよかったと思えるんです。それに、何かに本気で取り組める人には何かをしてあげたい。そしてうまくいったなら、最終的にお互いウィンウィンな投資の情報網を築きたい。なので引き続きこのチャンネルでは、僕が精査した稼げる情報を公式 LINE では個別にご相談に乗りつつ、 YouTube よりも鮮度が高い情報を最速公開していきます。
仮想通貨の情報は僕自身がお金を入れる上で稼げると思ったものだけ発信していますので、本気で稼ぎたい、そんな方はチャンネルの登録と通知のオン、 LINE の追加とピン止め、この動画の高評価と意気込みをコメント、こちらしていただき情報を受け取ってください。仮想通貨で稼ぐことに本気な方は大歓迎なので、ぜひ上の3つをしていただけた方からそのスクショを僕の公式 LINE へ送ってください。ここまでしてくださった稼ぐことに本気な方には僕の LINE でもピン止めをして、こちらからすぐに連絡を取れるようにさせていただきます。バブル相場も目前に迫る今、本気のメンバーで稼ぎきりましょう。はい、それでは本編に入ります。ではまずは現在のビットコインの価格動向から見ていきます。はい、こちらが直近のビットコインのチャートとなります。以前ですね、別の動画で分析をした通り、こちらまずこの下のですね青線で一度二度ほどですね反発が確認でき、なおかつここら辺近辺でですね底固め、これを確認できたことから価格を大きく上げることができてるんですね。動画撮影時点では5万7000ドルから5万9000ドル付近で推移をしています。今後は5万9000ドルをまず突破し、さらに6万ドルを超えていけるかが重要ポイントとなってくるので、こちら頭の片隅に押さえていただければ幸いです。はい、そんなビットコイン、なぜここに来て価格を回復させたのか、この要因が今後の価格を伸ばすための重要な材料でもあるので、把握しておいて全く損はありません。次にビットコインが価格を上げた要因をお話ししていきます。はい、まずはテクニカルの観点ですね。以前こちらの動画でもお話しした通り、基準線での反発や底固めと考えられる値動きをしているよとお話ししていきましたが、その通り底値が形成されて、そこから買いが入り価格が上がった形となります。次にファンダの面で見ていきます。ファンダに関する要因は3つあります。まず1つ目が金利引き下げの期待、2つ目がアメリカ大統領選の進展、3つ目が ETF の資金流入。まずは1つ目の金利の引き下げについてですね、まず仮想通貨と金利の関係について簡単にお話をしていきます。まず金利が下がるとどうなるのかというと、一般的にお金を借り入れする際の金利、利息が安くなるので、金利が高い時よりもお金を借りやすくなります。そうなると企業も融資を受けやすくなり、個人も借り入れやローンなどの負担が下がるので、お金を使いやすくなるんですね。このように金利が下がっている状況では、もちろん投資にもお金に対するリスクを許容しやすくなって、攻めた投資をする、もしくは投資を始める人が急増するんです。そこで選ばれるのは仮想通貨や金といった価格の伸び幅が大きい資産となります。なので仮想通貨市場にとっては、金利が下がれば投資家がリスクよりリターンを取りやすくなる、そして価格変動の大きい仮想通貨の需要が上がる、その後参入者が増えて資金が流入、価格が上昇する、こうしたサイクルになる可能性が非常に高いんですね。実際にビットコインは過去の金利の利下げとともに価格を大きく上げてきた背景があるので、かなり期待ができますね。さらに直近でアメリカの FRB という機関で発言一つで大きく市場を動かす人物として有名なパウエル議長という方がいるんですが、彼がアメリカの経済はもはや過熱していないと発言しており、ついに金利の利下げを考える局面に入ったという見方をする投資家が増えてきています。なので今後のビットコインの価格上昇に期待ですね。はい、次に2つ目、アメリカ大統領選の進展ですね。アメリカの大統領選に大きな動きがありました。大統領選に出馬中のトランプ氏が共和党を通して正式に仮想通貨の支持を表明したんですね。民主党が行ってきた違法で非アメリカ的な仮想通貨への取り締まりを終わらせる、こう発言し、ついに仮想通貨に関する様々なしがらみが消える可能性が高まります。例えば SEC の介入とかがまさにそうですよね。リップルをはじめあらゆるコインの価格を上げる障壁となってきたこの問題にも大きな影響が出てきそうです。さらに共和党は政府の監視や管理なく仮想通貨を自由に取引できるようにする、これを実現していくと説明しており、ビットコインをはじめ仮想通貨市場への新規参入、そこからの資金流入を劇的に増やすきっかけとなりそうです。そして3つ目、最後が ETF の資金流入ですね。直近ではこのビットコインの ETF から資金が流出する流れが続いていたんですが、過去最大の流入があった6月6日以来、ビットコイン現物 ETF で最大の資金流入を記録しました。この ETF はブラックロックなど世界的に非常に規模の大きい証券市場から仮想通貨市場への資金流入が見込めるので、今回のビットコインの上昇にも一役買ったと考えられます。
さらにある程度現物 ETF の解禁から時間が経ち、取引も安定して行われるようになったことから、そろそろですね、大きな資金力を持つ機関投資家たちの参入もリアルに期待できるようになってきました。こうした機関投資家の参入によってもさらなる急騰が期待できます。はい、いかがでしょうか。以上の理由で共通しているのは新たな資金の流入という点です。ビットコイン自体時価総額が1兆円を超えているので、数億円規模では価格を大きく動かすことはできないんですが、今お話しした3つのようにすでに影響を与えながらもこれから本格的な資金流入が期待できる材料が揃っているということから、今後の価格急騰が現実的に期待できるというわけですね。こうした理由から今後ビットコインの価格急騰はほぼ確実と言っても過言ではないんですが、となると大きく価格を下げている今こそがバブル前最後の参入タイミングとなります。市場が下がっていてなかなか身動きが取れない今のようなタイミングで動いた投資家のみが過去のバブル相場で勝つことができています。こうした状況であなたがバブルで稼ぐためにやるべきことはたった2つに絞ることができます。1つ目が最新かつ正しい情報を得る、2つ目が上がる前に仕込み切る。この2つですね。正しい市場の情報をチェックしながら強い銘柄を上がる前に仕込んでいく、これができればまず基本的に勝てます。ただ最新の正しい情報、狙い目の銘柄情報、これらがわからないとそもそも始まりませんよね。そこで現在僕の公式 LINE にて日々利益に直結する仮想通貨の収益情報を共有しています。さらに直近では公式テレグラムにて LINE というプラットフォームではなかなか流せない日々の市場速報、インサイダー級の情報、僕が仕込んだコイン情報などインサイダー級の仮想通貨情報の発信をすでに始めています。実際に僕がお金を入れる上で精査した情報しか流さないので、ぜひ来たるバブル相場に向けて市場の最新情報を把握しつつ稼げる銘柄の情報を受け取っていただくために、概要欄から公式テレグラムの追加と、そして公式 LINE の追加合わせて必ずお願いします。また現在送り人生産コミュニティのオクファクトリーではビットコインの最後の買い時となる購入タイミングや今後の価格動向など全て載せたビットコイン価格分析レポートを限定共有していきます。この機会にビットコインの価格動向を知りつつ市場全体の動向も知って稼いでいきたい、そんな方はですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、ビット復活とメッセージを送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてこの動画の高評価、コメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。